公共曲補聴長,長 D729 はフランツ・シューベルトが作曲した未完成の公共曲群の中の一曲。シューベルトの公共曲第7番と呼ばれる作品の一つである。シューベルトは未完成として有名な D759 以外にも公共曲の作曲に着手しては放棄するということを頻繁に行っていたが、旧シューベルト全集では、 お蝶々 D729 に関しては、完成扱いになっていた。完成した作品とみなされた理由は、未完のフルスコアという形で、第四楽章まで終止線が引かれているという、シューベルトの未完成作品では珍しい形で、放棄されていたからである。急前集の編纂者は、ピアノスケッチはすでに書き終わり、あとは、フルスコアに取りかかるまでになっていたと判断し、完成扱いで、 公共局第7番の番号を与えた。しかし、新州ベルト全州の編纂者は、ほとんど何も書いていない、フルスコアを完成と判断するのは、総計と判断したため、番号は与えられていない。これが、クムンデンガスタイン公共局であろうという見解も、初期の研究時には見られたが、現在は撤回されている。後世の研究者にとっては、 シューベルトの作曲語法を知る上で貴重な存在になっている。自筆譜は王立音楽大学所蔵である。常述のような事情からスコアの空白を埋めるという形で構成に保筆完成版が作られた。オーケストレーションが施されたものではフェリックス・ワインガルトナーによるものとブライアン・ニュー・ボールドによるものの2種類が存在する。ワインガルトナー版は シューベルトのスコアの音符を大胆に変更しているのに、対して、ニューボールドは、スコア通りに復元したと主張している。例えば、第四楽章の結末が唐突として書き換えた、ワインガルトナーに対し、ニューボールドは、無変更で処理している。この他、ジョン・フランシス・バーネットによる、ピアノ独奏のための版もある。アダー・ジョ・マロント・ロッポ、アレグロ・アンダンテ・スケルツォ。 アレグロデチーゾアレグロビバーチャーダージョアレグロアンダンテスケルツォアレグロアレグロジュストワインガルドナーバンニューボールド版ありがとうございます